ログラムディレクターの萩田です。目標1は2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現することを目標にしています。台風、地震、津波などの自然災害、そして新型コロナなどの感染症のニュースを見るたびに、自分が何か援助できることがないかなと思うことがよくありますよね。でも自分の身体的能力や専門知識が足りないとか、学校や仕事があるとか、今すぐ助けに行くことが難しいと思う方が多いと思います。そこでこの目標では、災害状況を把握するために自分の代わりにこれらの能力を拡張したドローンやアバターを遠隔操作して、みんなで援助できるようにするための研究開発を考えています。このように遠隔操作できるアバターを目標1ではサイバネティックアバターと呼びます。このアバターとして一人で複数体のアバターを操作して、一度に多くの人と対話や誘導ができるタイプ1、専門家の知識や身体的技能を合体して一体のアバターを動かすタイプ2、ブレーンマシンインターフェースといって頭で念じれば思い通りにアバターを動かせるタイプ3、臓器や消化器系などの体内状態を見守るためのタイプ4、さらに体内を細胞レベルから見守るためのタイプ5の5タイプを開発します。2050年までにみんなで助け合うサイバネティックアバター社会を実現するために、2030年までには特定災害、安心感のある日常生活に対して5タイプが連携してみんなで援助できるようにします。そのために2025年までに様々な利用シーンで個々のタイプが動くことを実証します。タイプ1の対話行動は石黒博史先生に、タイプ2の技能合体型は南沢浩太先生に、思い通りに動かすタイプ3は金井亮太先生に、体内状態を見守るためのタイプ4は荒井文人先生に、タイプ5は山西陽子先生に、そして5つのタイプを安全安心や信頼性の面から支える社会需要基盤を新保文夫先生と松村武史先生にプロジェクトマネージャーをお願いしています。誰もが身代わりロボットを扱えるサイバネティックアバター社会ができたら、災害時だけでなく我々の日常生活も一生の過ごし方もものすごく変わるんじゃないかなと思っています。のんびり曜日や一日で地球一周の体験や、有名なアスリートと一緒になってスポーツをする充実曜日など、バリエーションのある日々を送るんでしょうね。私もそんな経験を早くしてみたいなと思っています。